バリアント飛行するバリアント b 1 x d 8 7 3号機バリアントは、イギリスのビッカース・アームストロング社が開発し、イギリス空軍で運用された戦略爆撃機である。バルカン、ビクターと共に 3V ボマーと呼ばれた。名称のバリアントは、勇敢なという意味の形容詞。3V ボマーの中で最初となる1955年に収益した機体。 収益翌年のスウェズ動乱にも参加している。イギリス初の核爆弾投下実験や水爆実験にも使用されたが、機体構造上に問題が発覚し、また老朽化が早かったため、1965年に全機体疫した。イギリスが独自の核爆弾 OR-1001 の開発を決定すると、それを搭載可能な新たな爆撃機が必要となった。 こうして1947年1月に出された先進ジェット爆撃機の要求にはビッカース社も応じたがアブロ社とハンドレー、ページ社が非常に斬新な案で応じたのに対し新機軸がない保守的な案だったため選定から漏れてしまった。しかし2社の機体が実用化するまでには長い年月を要するため、それまでのつなぎとして急遽バリアントとして正式化された。 原型機は1951年5月18日に初飛行。しかしこの機体は翌年1月12日にエンジンの再点火試験中に火災を起こして失われている。1955年には量産型 B1 が実戦配備されイギリス空軍に初めて核抑止力を与えた記念すべき機体となった。また、1957年から行われた核実験。 グラップル作戦に参加し、実際に核兵器を投下した唯一のイギリス機となった。1956年のスエズドーランに参加した際は、エジプト国内への通常爆撃を実施し、エジプト空軍のミーティア NF-13 の迎撃を受けたこともあったが、回避運動によって何とか撃墜を免れている。爆撃機型以外にも、 爆弾庫にカメラを搭載した戦略偵察機型 B1 や爆撃能力を残したまま空中給油機としても使用できるようにした B1 爆弾庫の設定次第で爆撃任務、写真偵察任務、空中給油任務のいずれかに使用可能だった多用途爆撃機型 BK1 が製造された。なお、機体構造を強化した低空侵入誘導機 B にも開発されている。 これは高速で敵の領空に侵入し、後続の爆撃機に目標を示すターゲットマーキング爆撃機であったが、マーキング用のレーダーが実用化できず、そもそもターゲットマーキング任務自体が時代遅れだったこともあり、一機の施策のみに終わっている。また、軍民どちらにも使用できる輸送機が多分 EC7 は、試作機の80%が完成したところで計画が中止された。 1960年の U-2 撃墜事件を受け、死対空ミサイルの脅威度が引き上げられた。これによりサンボルトボーマーは、核爆撃の任務から外され、対空ミサイルのレーダー策敵網をくぐり抜けて、爆撃する低高度進行の役割を与えられ、従来の核爆発時の先行からの防護用白色、塗装から低空侵入用のグレート緑の迷彩に塗り替えられることとなった。 しかしながら、バリアントの低高度での運用は、多くの問題を露呈する形となった。ゲイドン氏から、作戦転換部隊所属の飛行中イタフィー、隊長が操縦していた、w p 2 1 7内の4桁後部に問題が、発生した。片方の翼の後部に、ダメージが発生したため、ゲイドンに引き返しフラップを使わずに着陸した。 その後検査した結果、右舷内側面の胴体加外反が雑屈し、リベットが飛び出していた。それから、エンジンドアが割れて、リベットが抜けて2つのエンジン管の主翼上面にいたが、めくれていた。前期点検によって、低空での乱流が原因で35から75%の機体が安全寿命を超えていることが明らかになった。この検査の後、バリアントは次の3つのカテゴリーに分けられた。 カテゴリー A は飛行続行。カテゴリー B は修理できる基地に飛行。カテゴリー C は再び飛ぶのに修理が必要とされ、カテゴリー A の多くは航空での活動で問題ない給油機であった。しかしながら、1965年1月に国防大臣、デニス・ヒーリーとウィルソン政権は修理費用を予算化しない見通しで、1965年1月26日以降、 舞台を高級的に飛ばさないことを決めた。1964年12月9日に最後の任務としてバリアント給油機は北海上でライトニング戦闘機への給油任務を行った。同日バリアント爆撃機 XD818 の最後の任務も行われた。バリアント B13 メンズ殺しのエージェントマイナス配備されていた機体が登場し、 操縦席からの出入り口や視点も描かれる。バリアンツ 2B スクラッペットグラスゴーヘラルド27ジャニュアリー1965ありがとうございます。